歯医者に行くとすぐ抜かれてしまうみたいなのがあるんですけども、そういうことはなくて、やっぱり場所によってっていうところですよね。まあ、日本人がやってるところが一番いいのかなと思います。マカティとか、マニラには結構あったりします。セブにももちろんありますし、まあ、レベルで言うと、まあ、医療技術もそうなんですけども、結構ちゃんとしてるっていうのが、イメージよりもちゃんとしてるっていうのはフィリピンの、歯医者さんですね。日本人がやってるところはやっぱり、フィリピンプライマーで見られて、調べられるといいのかなと。マニラだとマカティにあったりします。セブだとセブシティですね。マンダウエとかあっちの方にあったりしますね。まあやっぱりですね、歯っていうのは海外でね、不安になりますよね。やっぱり痛み出したりとか、急にあったり、詰め物が取れちゃったりっていうのがあるので、事前に日本人がやってるところですね、中心に押さえておかれるといいのかなと、個人的に思います。マニラ、セブ、ちゃんとあります。レストラン、和食が美味しいお店なんですけども、まあ、マニラだとやっぱりリトル